My Generation MIC。 そのレベルのラップで上がる、何を押し返して文字通り袋だったっけ。俺はあしらえるのは俺だけだからさ、誰相手でもかますのがもっと。You know what time it is? Give me it. Tokyo Dance Park. Dance Park. Enter FM 897. Gekito Rakoshien. My Generation MIC. My Generation MIC. Gekito Rakoshien.はい、時刻は1時半を回りました。インターフェム東京ダンスパーク、ここからは高校生世代のためのフリースタイルバトルイベント、激闘ラップ甲子園とタッグを組んでお送りしていく企画、マイジェネレーション MIC 激闘ラップ甲子園、今週も内科 MC がお送りさせていただきます。はじめさんご苦労様でした。エロい選曲ばっかかってたな、よかったな。さあですね、先日8月8日にですね、行われました第2回激闘ラップ甲子園のですね、本日もいろんな情報をですね皆様にお伝えしようかなと思ってるんですけど、まあとりあえずですね、暑いよね今日ね、蒸してんなと思って、これもうちょっと涼しくなってくれて、今日のはじめさんの選曲流れてたら俺すごい今日泣いちゃったぐらいエモかったですね。あ、すいません、ちょっとおセンチになってしまいました。さあ今日はですね、現在激闘ラップ甲子園のツイッターにて行われている第2回激闘ラップ甲子園ファイナルトーナメントのベストバウト投票の途中結果から、投票が多かった5つのバトルの音源を聞きながらの、大会の振り返りをしたいと思います。会場にですね来れなかった皆様方、もしくはまだ動画を見てないんだけどその大会は知ってるよなんて方々はですね、今日ちょうどいいです。バトルを5つほど紹介するし、ベストバウトだし、しかもこのベストバウトはですね、音源で聞いていただくということで動画ではありませんのですね、ちょっと耳で聞いて MC バトルを楽しんでみてはいかがかなということでございます。さあ早速ですね、第1試合目の方に、ちょっと1回戦第4試合目の方を聞いてもらおうかなと思うんですけども、1つ目のじゃバトルはですね、 MC 千春 VS チャンス、10代のラップシーンを代表するラッパー、優勝候補だった世田谷のチャンスをですね、最年少だった若いラッパーの MC 千春がですねひっくり返すという大番狂わせで、こちら結構投票いただいております。ぜひ耳でどちらが最年少かちょっと聞いてみてください。先行が千春、後攻がチャンスです。早速行ってみましょう、どうぞ。レディーファイト。 Yeah, 激闘ラップ、まずは調子はどう、俺たちへのバトルでまず盛り上げよう、俺はかっけーシャイだけをやっていたい、一言、ヒップホップに年齢なんてもう関係ないな、それは悲しんで来てるだけだから止まることな、また磨いてぜん、それを見せつけるだけだから変わんねえ、俺もやっていくだけ、お前が納得いいよ絶対王者、俺は俺なりのスタンスで限界取った。こいつ年齢関係ないとか言って、大番狂わせスケールちっちゃくね、最初からてっぺんに俺立ってます、自分をレップ、俺からしたら最悪なディナーだぜ、お前からしたら美味しい話かもしれない、100倍こっちが楽しいわ、優勝持って帰る東京まで客は棒叩けよ。いやけど俺の方がラップが上手くて病みつきになるってことだぜ、伊能さん、それ届けるだけだからさ顔もあねえだぜ、ああ見せてくセンス変わらねえ、俺大阪の街今日は大嵐、まずは殴り込み、ラップラップのセンスオーラーからせるだけだぜ、悪魔で音楽を楽しむだけだからさ止まらない、俺の嫉妬は極上、下から上スタイルで極上、お前さ因果お前の得意分野とか言ってたのにわけわかんないリズムキープバカやばい、応援くれよ、それじゃないと俺も上がんない、感動沸騰させる興奮度、フットワークは軽すぎだから優勝まで絶対見とけ、俺が言ってやるからさ、100対0
ゼロだよ。マイクでテロだろ。審査員すらも背中見てろ。いやこいつが言ったリズムキープばっか、そういうところディスるチープなラッパー。俺は探さる満開の桜、お待たせ登場関西のラッパー。それはガラスだけだから、お前はお前なりのスタイルがマジで濃いよな。俺は持ってきてる勝つ気持ち、だから大阪から東京まで殴り込み、関西のラッパーの皆さん、関西のラッパーってこいつら乗らせていいのかなって俺思う。お前が名乗り上げてる上がんない大阪、関西のラッパー全員大阪マジで足んないよやっぱ。あ今日足りる関東から感動させる、どうする音楽で同格、今日上がらせるバイブス、スタップオンザトラップ、俺の言葉はどうスピッツダブレイン、好印象終了。はい、では審査員の皆さん、審査の方よろしくお願いします。おお、青赤赤赤赤赤青青、5対3で勝者赤コーナー MC 千春。はい、ということで聞いていただきました、 MC 千春 VS チャンスですね。投票してくれたツイッターのコメントが紹介させていただくと、まあ大番狂わせとか、中学校2年生がチャンスを倒すの普通にエグすぎるよななどなど、こういろいろ来てるんですが、まあ本当その通りで、まあ今の試合聞いてもらうとわかるんですけどね、もう勢いが余裕を食うみたいなところで、チャンスはもう余裕なんですよね。このチャンスの方が受け答えもできるし、まあせいぜいお前頑張れよみたいな。だけどね、そのせいぜい頑張れよっていうところがちょっとずつ勝利から離れるぐらい千春がずっと詰めていくんですよね。で千春がまあ上手、何に関しても上手だったっていうところがでっかくて、まあこれベストバウトに選ばれる試合だろうなと思ってたんですけどね、もうまさにって感じの一つ目の紹介でした。じゃあ続いてもう一つ目、第2試合目ですね、ベストバウトに選ばれた2試合目は、悲願 VS 美式間です。これ1回戦第6試合なんですが、激ラ初のフィメールラッパー、まあ決勝進出のフィメールラッパー、この番組の呂布カルマとケンザ390のインタビューを聞いてラップをはじめ、この大会に出場したというリケジョ女子の、ヒガンちゃん、相手はですね、広島から初出場で乗り込んできて見事今回の優勝をもぎ取っていった広島の美式間なんですが、これちょっと感想聞いていただきましょう。先行がヒガンで後攻が美式間です。よ、舐めてかかったのが大間違い、意外性あるやつが勝つのを見たいんでしょ、期待にはしっかり応えてじゃん、ハイヒールで全員踏みつぶしたら、異色な風貌で向けられてった中間も全部コンフィンガーに変えてやる、そんぐらいの実力持ってるってこと、この場で消えんのはてめえだよ。イエー、ハイヒールなんてよくわかんねえ、靴履いてきてるせいでバースキック、足元がさフラフラしてまともにワンバーつも蹴れてないようなやつ、あんそれじゃさ相手にすらならねえ、地元のフレンズスキルは疑わねえ、ここまでかますだけのフィメールラッパー、所詮かませ入りの客寄せパンダ、そう言われたってリケジョだからな、頭から称賛でかけて殺してある、私が浴びるのは観客の称賛、私が勝ちで賞賛があるね。いや、こういうことだよ、言葉の使い方、お前は形だけで中身がない、しっかり使いなよ言葉の仕組み、一つ言わせてや、知ってる、私クイーン、お前がクイーンなら MC バトルマジで終わり、全然可愛くもない、俺は言いたいこと全部言わせてもらうぜ、しょってきてるもんがお前と鼻からチケンだよ、あんそこんとこ分かってねえし、まずスキルないし下手くそすぎ乗れてないよな、フローなんて聞いてらんない、出直せよ、ネタ帳ラップ披露じゃないだけまあマシだとは思うけど、お前に止められても我が道を行くよ、生徒どうならばどう選ぶよ、お前がどうやってラップしようとこっちとら楽勝で塗り替えてやる、私のラップショーだ、よこういうことだよ、この8小節に込めてる、どんな小説よりもノンフィクションでリアルなヒップホップラブ、これにかけてる、とくと堪能して味わいなクラブチッド、いえごめんマジでボロクソ言うけど下手くそすぎて笑いそうになってしまったよ、お前のバースマジで下手くそすぎてな、まあ分からんけど普通になんでこんなやつ呼んできたん、俺は気になるぜ、俺はまるでイタンジバリにまだ分けるわばならフローからスロー乗せ方ならどう、えお前と違うところだぜ、お前が勉強やってる間に俺はサイファーです、スキル磨いてきた、
終了ジャッジ。青8対0で勝者青コーナー美式マ。さあ聞いていただきました悲願 VS 美式マですがですね、これもツイッターの方に投稿したコメントを読みますと、悲願さんにしか作れないリケジョならではの世界観のラップが熱すぎたなんていうねコメントありますけど、まあ確かにこれねリケジョっていうところがまずちょっともうすでになんかこうなんていうんですか、一つ乗ってるというかね、こんなタイプの人が MC バトルしに来ないでしょっていうところにまずもう乗っかってきてるだけでこのポイント取ってるんですよね。で悲願ちゃん基本バースこれ全部いいんですよ、もう全部すごい完成度、内容の中身バッチリって感じで、それを何が美式間が上回ったかっていうと、単純にラップのうまさを美式間が上回ってるって感じですね。あと、まあ、美式間も言いくるめるの上手っていう感じですね。なんでこれ悲願ちゃんが美式間じゃなかったら見てみたいんですけど、この試合はねもうこれ決まってしまった試合だったからしょうがなかったですけど、これでもねすげえ盛り上がったんですよ。だこれ聞いてもらって、ベストバウトに乗っかってくるだろうなと思ったんですが、まあその通りでしたね。はい、続いて第3試合目のご紹介いたしましょうか。続いては1回戦の第7試合。やっぱ1回戦に多いですね、ベストバウトね。ノバゴールドジュニア VS ソスメ。はい、これはですね、もう投票でも結構なんか多くもらった投票みたいですね。この大会、今回の第2回大会、もう随一のバチバチの試合でした。これ動画で見てもすごい面白かったんですが、ちょっと今日は音源で聞くとどんな塩梅なのか。もうね、劣等感にね、もう苛まれるノバゴールドジュニアと、まあ両方とも劣等感なんですけどね。まあソスメはそのチャンスのクルーの、やつなので、まあ、ちょっと友達が先にこう言ったっていうところで、俺も負けてられないっていう、どっちももう絶対引けない戦い、ガチンコです。先行ノバゴールドジュニア、高校ソスメです。はい、今か友達は見たと、今かラオレの才能発揮してやる。相手ソスメ知るわけねえ、俺ガッツが全ての大前提。ブレお前に言いたいことなどぶっちゃけて言うけどあんまりねえ、印象全て薄いから、俺が優勝するビジョンが見えてんて。まあまあ殺したいやつなんて山ほど、でも食らわしたいやつが多すぎる今日だから、殺人罪なんて勘弁だぜ。ラッパーならマイクは離さねえ、バカにされた分のし上がるだけ。お前はツイッターのツイート消すんじゃねえよボケ、一度言ったことに責任を持て。そっからがラッパー、矛盾すんならラッパー失格だぜ。俺は自分の言ったことに責任を持つ、お前は敵人じゃないから速攻で帰れ。他の15人がこの大会を盛り上げるためになんかやったか、やってねえだろ。俺はこの大会に全てかけてる、だから盛り上げるためにあのツイートをして盛り上げただろクソがよ。お前何も分かってねえんだよ。ヒップホップマイクこれ使うの当たり前、それ以外のとこで何かやるのがラッパーだろ。お前分かってねえのかよ。SNS 使うのも今の時代じゃ当たり前だろ。オッケーオッケー、こいつはラッパーじゃなくてエンターテイナー、俺はラッパープレイヤーだからマイク握ったら離さねえんだよ。お前とは違え、バカ野郎、お前はエンターテイメント、俺はラッパープレイヤー、マイク握ったら話すことはねえんだよ。またまだ違え、お前じゃ全然行き着かない、アクリル板越しでしか交わせないの、俺国家まで行くけど。お前はどうなんだよ、チャンス負けたならマッサイエンス俺しかいねえよ。はい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 、チャンスの名前を出すなよガスケ。俺も別にこれぐらいの題名ぐらいできるわ、なめんな。大阪ネアガバーの環境もなめるな、先輩からボコられてきて全て教わってきてんだよ。お前何も分かってねえだろ、ただ大声出してわーわー言うだけでまたもあーあーあー、そんなもんじゃつまらねえ、中身詰まってねえ、憧れた人がいるから弱音なんかあげねえんだよ。はいはい、こいつ俺の陣地乗り込んだ、ここは俺のテリトリーだからもう負けたよ。お前じゃ全然うるせえよ、しゃべんじゃねえよ、人のワンバス食うのがよ大阪のやり方なんですかね。いや、そんな感覚、こっちはまだまだ足んない力量、俺ならマイク一本、エンターテインメント履き違えるんじゃねえよ、
バトルじゃなくたって戦ってるんだよ。終了。赤青青赤青赤青青、5対3で勝者青コーナー、ソスメ。さあお聞き、いただきましたのがノバゴールドジュニア VS ソスメですが、いやもう本当にね、なんていうんですかね、ものすごく悪い喧嘩を居酒屋でたまたま聞いてしまったみたいな、もう本当に怒号に次ぐ怒号っていう、これ動画で見るとね、さらにまた怒号に体もついてきてるので本当際どいんですが、投票してくれた人のコメントが物語ってましてですね、このバチバチ具合が最高でしたとかね、めちゃめちゃ熱くなりましたとか、この試合があったからこそのこの大会のさらなる盛り上がりが生まれた気がしますということで、まあやっぱりね、 MC バトルお行儀のいいものじゃございません。MC バトルというのはですね、どちらの方が優れてるか、お前には負けないよというですね、もうそのむき出しの戦いということなので、まあスキルでねじ伏せたりとかね、因の数でこう相手を圧倒するとかもあるんですが、これ実はやっぱりこのノバゴールドジュニアとソスメはですね、これ本当に根底というか、もう絶対負けないからおめえにはっていうね、気合っていう感じの雰囲気が見て取れる戦いでしたね。MC バトルとはまさにこのことなんですが、これ音源で聞くと本当にもうすごい怒号でしたんでね、これはぜひ動画も後で見てみてください。そうするとまたさらにパフォーマンス面白いと思いますんで、はい。さあ続いてはですね、これ2回戦からの試合の残り2試合なんですが、2回戦の第2試合からのベストバウトでございます。楓 VS MC 千春です。1回戦で優勝候補のチャンスを破った中学生の MC 千春と、その MC 千春の先輩にあたる前大会1回戦で敗退したがスキルをめちゃ磨いてきた楓との MC バトル。この試合は本当今のね、10代のレベルの高さが本当まざまざと分かる試合で、もう中学生でも高校生でも関係なく MC バトルっていうのは成り立つんだなという試合でございます。先攻が MC 千春、後攻が楓でございます。よろしくお願いします。いや2回戦俺はまだまだギアを上げて気合を入れてぶちかますだけだから間違いね。お前が先攻後攻どっちを選ぼうとひっくり返してやるよ。ではひょうをラップのセンスで見せるだけ。お前の音楽性めちゃくちゃ高いと思うし、好きだし好きな先輩だからこそ負けらんない。まだまだ足んない俺が見せてくれよ関西。いや下馬評で負けてると思ってる時点でお前ここので負けてんの。バデバデそれじゃ意味がねえし響かねえ。あ、俺は磨いた名古屋さん将棋法。いえお前もまったちまるで八丁味噌。は先輩一つして一つ指導してやる。 CD に NG 載せたりダサい SNS したり。はラッパーなら意識しろよブランディング。今日は俺が優勝、名古屋を歌うキング。いや歌うキング。俺も向かって戦うだけ。お前から注意された、だから俺も気をつけているんだぜ。知ってるあんたがイケてるってことも。だけど俺は俺、やりたいようにやるのがヒップホップだろ、そう思ってる。だから俺は好きにしてる。あんたがかっこいいってことも知った上で俺も戦ってる。けどお前の音楽は綺麗すぎる。ヒップホップ汚れてなんぼ、むしろ汚れがアート。 yeah, yeah.言っておくけど俺らはやりてえことをやるためにやっちゃいけないことがあるんだぜ。やりてえことをやるためにそれをかっこよく見せるために俺を守る。そのカルチャー分かってねえな。お前に足りてね強弱、俺の方が OR。 その上でさスキルラップスキルノーアル。お前はただのノーマル型、俺はノーアルタか。ぶち上げるぜ愛知地下のローカルから。いや俺は音楽家だ、それを分からせるだけ。どう戦うかそして抗うか、それを学んでる。俺もしっかりとつけるぜ強弱、会場の全員強弱。ああこれがベプロ戦、それを分からせるだけ。1年前はサイファーキッズだったけど今ここに立ててんだぜ。サイファーキッズ音楽の快感を知る、その上で俺が見せてやるよ、ジャイアントキル。はい、ブランディングの話もそう、今の強弱の話もそう、俺に言われねえとできねえのが間違いなんだよ。Yeah、だから俺は落とすすげえシート。I'm a rapper、 いつだって不言実行。いつも通りダンサー、お前はトーリー。大阪でフェスにしたいのはわかるけどタバコも吸わねえのにハイライフの T シャツ。まるでセブンスターが7つ星、まだつぼみの若手さだつのみ。終了。ジャッジ。おー
赤赤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 8対0で勝者赤コーナー楓。さあお聞きいただきましたのはですね、楓 VS MC 千春です。やっぱりね、この試合見てもらうとわかるんですけどもね、やっぱりこう強さっていうのは何なんだろうなっていうのをよく分かる試合でしたね。まあ僕はこれ余裕をどっちが持ってたかっていうところがもう大きな差で、もう楓の方がずっと余裕があってずっと高いあのスキルを出し続けていた、それは多分余裕があったからなんですね。心の余裕だと思うんですけど、まあ、ツイッターのコメント見てみるとね、絶対に先輩の負けられない意地とこう勝って超えていきたいみたいな後輩の最高の盛り上がりを見せてもらいました。MC 千春さんはリスペクトを送りつつバチバチで行っていたし、楓さんも的確なアンサープラスライミングがやばくて最高の試合でした。生で見たかったなーということで、これはね、まあ僕は審査員だったので生で見ていたんですが、いや、これ千春今日チャンス食ったから優勝あんじゃねえのかななんてちょっと横のね何人かの審査員と話したんですが、もう楓がですねバッサリ切ってね、若い目積んでたし、最後の終わりもハイライトからセブンスターで7つ星でまだつぼみでそれを晒すのみなんていうね、もうもはやあの作ってきたとしてもそれをピタッとはめることができるっていうスキルが高いということで、楓は本当スキル高かったけど、恐ろしいのはこれで千春が中2だってことなんですよ。千春の中2が恐ろしいです。さあそして最後の試合です。もう時間もねないので最後の試合になります。最後はですね決勝でございます。決勝のですね楓 VS 美式間、これはもう今回の第2回体育の目玉みたいな試合でした。このずーっとスキルでギャフンと言わしてきたこう楓と、もはやもう何の強さが宿ってんのか分かんないほど強かった美式間、この2人の決勝大会でございます。まずは聞いていただきましょう。先攻が、美式間、後攻が楓で行ってみたいと思います。どうぞ。第2回激闘ラップ甲子園決勝戦8小節4ターン、先攻青コーナー美式間、後攻赤コーナー楓で行きたいと思います。レディーファイト。Yeah, さっきから聞いてて寝た仕込みの気持ち悪いバッバッカしてる MC、 即興でやる度胸もないやつに散ったここ似合わねえんだな。お前の適当なフローばかりはめてるけど俺の方が調子の方なら超良さそうだな。 Oh yeah、 あーこれでもう次元の違い見せつけれてる。 One boss 終わり。調子だけでしか今日の物事を見てないのが丸分かり、クソなファキン。あだっていつも通り台本通りにいかねえから面白いのがマイストーリー。あだからいつもの通り俺はしそうな髪から通り残したフィーバー叶えるテーマ、地元の仲間に夢持たせって、yeah、 地元とか言ってるけどお前台本通りそのままのネタ仕込み、お疲れ様何がさ台本通りかけてる今日マイク一本に、yeah、 アンサーの返し方インの踏み方そこから次元の違いなら見せつけるぜケツケル俺のフロー HRSM でかい看板しょってんだ、yeah、 ケツはケツだけど結局ネタ仕込み、決勝でその2誰が見たいの、俺はその先で日々精進、会場全員が今日の意気承認。ああ負けてたまるかネタネタフレーバー残せんで手間すぐさま喧嘩、ああその上で磨くセンテンス出せ MC すぐさま目の前で決定。ありきたりすぎるやろお前のライム、仕込むならマシなの仕込みやがれよ。お前がなんだけ日々精進とか顔かわいすぎるビッチボーイ。それじゃチゲチゲ見せるだけの話だから、どこの誰もできないポンならあげてくだけ。あこれが俺の本気、まるで本通りのゴミオーリーで飛び越すくらい余裕な感覚。 Yeah, one time よく考えて、見た目でしか物を判断してねえ、ラッパーとして失格だな、このライム全てが必殺技。負ける気の結局お前意味がない、実結局捉えてねえよマシンガン、お前の脳で打ち込めマシンガン。 Yeah, マシンガンもうちょっとマシンな、ラップしなってな俺からしたら思う。 Yeah, 俺フットショったままずっと荒野から食らわずで首都直下型、yeah、 広島からのスタイル、yeah、 あの日の負けた悔しさとか俺は全部一人他県殴り込み行ってきた、そのスキルここでかまっただけ、yeah、 だぜ、yeah、 当たり前俺も地元を背負って味噌の味か脳味噌の味、あ直下型まるで何回と泣く、俺のバースでさ3回もがく。yeah、 結局は終わり俺は苦労噂終わり、あ結局さお前の細さがバカまるで終わり、うつけ者の信長、yeah、 終了。すごい、マジか、さすが決勝戦すごいぞ。レッツ
ジャッジ。はい、ということでですね、これでビシキマが優勝が決まった試合だったんですが、うん、ベストバウトかな、そう思わせてくれますね。ビシキマがとにかく、キレッキレで、カエデも内容詰め詰め、どっちも良かった、悩んだったけども、今聞いてもね、思わず俺が噛んじゃいますけどね、悩んだけどもね、ビシキマの即興性とフリースタイル能力というかアート能力みたいなのは高かったですね。内容は今聞いてもね、楓が綺麗に返してるし、きっちり内容整ってるんですけど、ビシキマがね、それがどうしたんだと言わんばかりに、俺はこんなに軽やかだぜって言わんばかりに、こうキレッキレのラップをしてるんです。そこにちゃんとアンサーも決まってるんです。即興で返してるアンサーっていうのがね、楓は多分スキルを磨いてきた分、この策とスキルがしっかりあったんですが、ビシキマはもう出たとこ勝負って感じだったので、まあこれぞやっぱり MC バトルってどこまで行ってもね、即興の大会なので、クオリティの質っていうのはですね、その時まちまちなんですね。いいか悪いかなんてのはもう終わってみないと分かんないようなもんです。もうすげえ上手い同士2人戦っても負けちゃう時あるし、期待してなかった2人がすごいのをやる時もあるし、まあ勝負は水物なんでその時流れちゃうんですけど、まあこれはそういう意味も込みでベストバウトだったし、ベストバウトに近いものが最後に選ばれて、それが決勝なんてのはね、もうなかなかないです。これも感想いっぱいあるんですが、まあ僕も強いて言うならこれがベストバウトかなと思ったんですが、まあ隠れベストバウトにですね、準決勝でこのビシキマ VS ラークヘンドっていうですね、戦いがあるんですが、これが私の隠れベストバウトみたいな感じです。どちらもすごく面白いので、後で皆さん探って聞いてみてください。はい、今日はね、足早に5つの試合をですね見ていただきましたが、まあ、もっと他にもあるんですよ。もっと他にもあるので、ぜひですね、ホームページの方、もしくは YouTube の方に上がったり、来週の MX もそうですが、いろんなところで今見れるようになってますんで、ぜひですね、掘り起こして見てみてください。ということで、そろそろエンディングでございます。というわけでエンディングなんですが、豪華賞品が当たるベストバウト Twitter キャンペーンはまだやっております。9月13日火曜日まで開催中ですので、コメントバシバシつけて、ぜひぜひちょっと、乗っかってみてください。応募の詳細は激ラホームページや SNS チェックをしていただいて、どしどし投票をお待ちしております。